はい、今ね、やっぱり53号沿いの東吉田っていうところなんですよ。で、これね、ちょっとね、今通ったところなんですけど、こっちではなんかこういうグランドがあるみたいな、こうなってるんですけどね。使ってないんだね、これね。なんですか、これ。こういう、ここなんですよ、この坂。もう、すごいでしょ、この坂。まっさかさま、まっさかさまだよ、これは。すごい坂。これ、この先がね、53号なんですよ。さっきの県道のね。で、ここ降りてるとこなんですよ。それで、ここに、こういう交差点があるんですけど、ここはまあ、まあ、ここいいところだからちょっとね、でもここ薬局向こうと、で、こういうところなんですよ。今こっちから来たんですけど、ね、こっちからこう入ってきたんですよ。で、ここの坂の上が53号につながります。で、これほら、そっちの方に、まあ、十字路ですね、これ。十字路になってるんですよ。ね。で、ここがね、通学路なんですよ。ね、やっぱり通学路の標識やってあるんですよ。路面に標識あるみたいだけど。ね。で、こっちまっすぐ行っても53号行ってます。こっちまっすぐ行っても53号行ってます。びっくりした。びっくりした。びっくりした。通学路の、あります。それで、ここにはグリーンベルトもやってあるね。グリーンベルトもやってあります、ね。だけどここね、怖いよね。ちょっと。ちょっと怖い。ちょっと渡りましょう。ね。まあ自動車取ってなきゃ別に何でもないんだけど。で、ここはこういうとこですよ。ね。で、こっちこう入っていくんですよね。この道がね、ずっとあるんですけど。ね。で、これなんかなんか事故があったみたいね。令和4年9月2日、金曜日。午前7時頃、この場所で自転車が転倒する事故がありましたって。ああ、これ転倒するわな。転倒するよ。これじゃあ、すごいところだもんね。ここ自転車で降りてくるってすごいよね。でも、かなりすごい。まあ、ここに止まれる表示はあるけど、もう走れてますね。こっからはなんかグリーンベルトがあるけど、ね、ここからグリーンベルトがOh, my God.